こんにちは、シーバードです。今回は新型サスティナーのレビューです。皆さんご存知かと思いますが、フェルナンデスがですね、サスティナーのクラウドファンディングを行っておりました。で、それはですね、もう終了したんですけれども、購入した方々にですね、続々今届き始めておりまして、で、今回明石さんからですね、こちらお借りいたしました。今回はですね、ストラトに装着するサスティナー。ストラトの見た目を一切変えることなくサスティナを搭載できるというのが最大の売りですかね。今まではですね、結構大きなザグリが必要で、電池ボックスであったりですね、まあサスティナを搭載するのに、まあまあなスペースが必要でした。それがストラトだと、このボックス内に収まるというのと、あと電池がですね、ここ。バネとバネの間に電池がございます。そしてサスティナー自体はフロントのピックアップ部分にあって、スイッチはというと、このトーンのノブがスイッチになってます。これがサスティナーですね。そして、ここがプッシュプッシュのスイッチになっておりまして、ここでコントロールします。まあこういう風な感じで、本当見た目はね、一切変わらないですよね。自然な形でサスティナーが搭載されております。使った印象としてはですね、結構ね、上品になって、お利口さんになったなという風な感じがしました。あと何よりね、こう、滑らか、割と自然な感じでこう伸びてくれる、優しくなったなという風な感じがします。まあ、このイエローハードとかに乗っかってるフルのサスティナーは、まあ、スイッチがついていて、音をね、ひっくり返らせることができるんですよ。ハーモニクスですね。まあ、それとそのまま弦音を伸ばすのと、ミックス。3ウェイのスイッチがついてたんですが、それがないんですけれど、コントロールが旧型よりもね、しっかり効いてくれて賢いんで、ひっくり返らせたいっていう人はですね、そこのポジション、まあ、歪みの具合とかによって変わってくるんで、そこしっかりね、コントロールしておくと、割とお望みのタイミングに近いところで音がひっくり返ってくれます。ではちょっと鳴らしてみましょうね。じゃあまずね、フロントの音。サスティナのドライバー兼フロントピックアップ、うん、普通にいい感じですよね。でスイッチを押すと、これ今2ぐらいかな。滑らかな感じしますよね。では歪ませます。になっております。いかがでしたでしょうか。新型サスティナー、フェルナンデスの進化は止まらないなというところに期待しております。トリッキーなプレーもそうだし、白玉でこう伸ばしたい、高度感を持続させたいなっていう時にも非常に使えるサスティナー、ぜひチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。シーバードでした。